はい、タイヤバンクーヘンです。先ほどのところを降りてきまして、今、こちらのですね大崎駅、こちらがですね西口でございます。ここからですね、立正大学ちょっと向かいたいと思いますけども、ちょっとどういう感じの場所位置取りかちょっとあんまり分かんないんでちょっと適当にブラブラちょっと歩きたいと思います。まあ適当にブラブラ歩きますって言ってもちょっとですねスマホがですね熱伝導でやられる可能性あります。もう今ですね30何度とかめちゃくちゃ暑い気温なんですよ。なんでちょっとですねこれはしんどい可能性があります。これ今のですねこのまま取り続けるのがですねちょっとできない可能性ありますね。これなぜかというとシャットダウンされる可能性があるんですよ。スマホがですねその可能性が十二分にあります。なかなかちょっとシビアなですね道のりになりますけどもちょっと間違いなく向かいたいなと思ってますけども、ダイレカ B ステーションスロット金式タバコ全席喫煙可能。ちょっと暑いな。やば。やば。ちょっと一旦切りますね。で、行きます。再スタートです。再スタート。大学だからね似てるっちゃ似てるけど、丸子橋ステージ大崎。ちょっと
と一旦切ってもう一回確認。よし。もうちょっと左だ。自転車かこっち。チャリンコか。これ暑さの限界だな。あ、そこを左かな。そこを左かな。よし、そこを左だ。よし。あっつ。大崎警察署ありますね。ここ左だわ。ちょっと行きますわ。冗談抜きで。これ左ですね。はい。行きます。あったー。ありました、ありました。立正大学品川キャンパスありましたね。ちょっと風が強いですけども。風が強いですけども、多分風音がすごいと思います。これ風音がですね、めっちゃ風音が出てると思いますけども、はい、行きましょう。立正大学すごいですね。完全と鎮座しております。ちょっとぐるっとこの周りを回りたいと思います。行きます。回りますよ。警備員が仁王立ちしてますね。もうぐるっとちょっと回りたいと思います。一周ですね。で、懐かしく思っていただければありがたいと思います。あー、こんな感じか。ちょっと行くかな。はい、よいしょ。あっつ。大崎駅から多分5、6分のところですかね。おそらく着くぐらいの距離かなと思われます。なかなかシビアな坂ですね。こう駐車禁止、大崎警察署、品川区。ぐっと回りますからね。もうちょっとしたらあれが
シャットダウンする可能性あるので、覚悟はしてますけどね。まあ、これを見てですね、懐かしく思っていただければ嬉しいですね。これが立正大学、品川キャンパスですね。正体を書く。これ一緒大学ですね。
ちょっとこれ一旦切りますね。そこで、開校150周年もうちょっと一回これは切るかな。